はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやということで、さあやってまいりましたね、ガールズプラネット999ということで、999ちょっと読み方あれなんですけども、映像が出てまいりました。韓国、中国、そして日本の、3つの国のバージョングループということで、映像が出てまいりまして、今回はですね J グループから見ていきたいと思いまして、収録ボタンをよろしくお願いします。音どれだけ出せるのか分かんないので、一旦 AirPods で聞かせていただいて、今回はちょっと僕ね1回見たんですけれども、気になる人たちをピックアップじゃないんですけど、ちょっとご紹介していこうかなというふうに思いまして、まずこの始まりでこの方ですね、センターに来るこの方、僕ちなみにちょっとお名前とか全員誰もわからない状態です。本当に初めましての状態でガールズプラネットを見ていきたいと思いますので、何の前情報もない中で見ていきたいと思うんですけども、この方ねすごい、めちゃくちゃ雰囲気あるし、オーラあるし、すっごいうまいです。もう、ちょっとね、もう、なんかね、違うんですよ。一人、異質。歩き方からわかるんですけど、めちゃくちゃうまい体の運び方をしていて、足の裏で丁寧にしっかりと地面を踏んで、で、あとこの歩く時にもすっかり腰が入った状態、肩が入った状態をキープしてて、まっすぐ入ってくんですよね。これ、この人ね、多分相当すごいと思う。で、周りに皆さんがこうやっていらっしゃるということで、見たことある方が、二次プロジェクトに参加されてた方たちかなっていうのはございますね。この方も確かそうでしたよね。これだけ皆さんいらっしゃるんですけども、全員日本人ということで、いや、今回すごいですぞと。うん。もうなんかね、ちょっと、これめちゃくちゃ引いてるんですけど、真ん中の方だけ全部のためがすごいの。これ見えますかね？ちょっとね、首振るタイミング一人だけ遅かったりとか、この人ね、今の方すごく見る目線がいいなって思ったんですけど、この人注目してます。もう、しょっぱなから。なんか、花が、とにかく、あ、で、この人、二次プロジェクトの方ですよね。で、今、ターンしていただいた時の、見てください。めちゃくちゃ最後まで顔を残してるんです。このシルエットがすごく綺麗で、絶対うまいです。まだね、ダンス完全に見れてないんですけども、このシーンだけで、うまいなっていうのと、あとは、意識が高い。すごく高いと思います。はい。もうなんか気迫、風格。これちょっと字幕は、あ、でもまあ字幕もさ、あ、この子もちょっと気になりますね。で、この子も気になるか、みんな気になっちゃうんだけども。この人さっき目線が良かった人ですね。この人が、この人だけ噂で聞きました。真白さんっていう、元 JYP の練習生なのかな。で、イッチと同期。まこちゃんとかとも割と、時期的には近いというところもあって、イッチでデビューするんじゃないかっていう風に言われてた方らしいですね。すごい実力者ですよね、そう考えるとね。今は JYP をちなみに退社されてるらしいですね。おー。パロナヤガールっていうのがあるしね。パロナヤっていう子が毎回決まってるみたいな。うまい。今の方、チャーナーの方、この方、ホリプロの足立さん、アイドルをやってらっしゃった。今はもう多分タレントさんでやってらっしゃると思うんですけど、にすごく似てるなと思いまして。うまいですね。今の方もちょっと気になりますね、この方。ここ、すごいなって思いました。おう、おう、おう、君だけに。いやー、振り付けもね、今回かなり可愛いですし、ダンサナブルだし、キャッチーだし、あ、おうっていう部分、そうやって撮ると、しかも可愛いのかっていう、ガールズプラネットの、これもその3つのエリアのこの
ベンズみたいなやつ、ベンズって言うとちょっと可愛げなくなっちゃうんですけど、その感じをちゃんとこう撮ってるっていうところも、すごいなって思いますね。この方も気になりますね。この方も。この方も。どちら様？この方ですね。パロナヤ。あ、この方も二次プロジェクトの方ですね。こうやって引きで見るとすごいセットですね。本当に上から下まで。しかもこのサイズ感のがもう奥に 1,2 あるわけじゃないですか。お金のやっぱサバイバルオーディション番組ってどれだけ豪華なセットかっていうところも本当に大事なんだなって思っちゃうわよ。本当すごい。プラネット感がすごいですね。もう地球じゃないどこかみたいなセッティングになってますからね。ここら辺オートセオオーバー、かわいいですね。もうこれ通信機器のね、なんとかせよオーバー、パラサイト見た方わかりますよね。オーバーって子供が言ってましたけども、この人だいぶもう持ってるなって思う。もうなんか慣れてる。この人すごい気になるの。この方誰？ちょっとね、僕の中ではだいぶ来てます。注目。こんなオーバー可愛すぎますよ。ほんと振り付けもポートセオオーバーって。あ、この人 JYP の方ですね。この人さっき気になるって言ってた方かな。このね、瞬きがちょっともう異次元すぎてやばい。本当にこの人本当にすごいと思うので、ちょっと注目してます。マジでだからセンターなのかなってちょっと思った。もうなんかね、レベルが違う。すごい。で、このエンジェルタイム、綺麗な方ですね。綺麗な方ですね。もう皆さん綺麗。この方どなた？てかもう誰も名前わかんない。この人もだいぶ注目だと思います。あ、この人さっきの人ですね。この人誰？あと。この方は誰ですか？僕ね、これはすごいと思った。一番この、なんとかタイム、なんとかタイムって言うじゃないですか。の中で、この人が一番やばいなって思った。ここの見せ方って結構大切だと思うんですよ。何するかって。あーって次の子はあーとかってやってたから。これはね、ちょっとやられた。単純にもうこの寄りだけですごく絵になるじゃないですか。なんかその青春っぽい雰囲気出すのもいいんですけども、すごいわよ。この子にもちょっと注目。一番注目してるのはこの子です。僕、今のところ。この子もいいですけどね。あ、二次プロジェクトの子。で、この人が、その、真白さんですね。もう完全に慣れてますね。注目というか、多分、一番、ガールズプラネットの中で、その、J、日本の中で、注目度が高い方なんじゃないかなっていう、その、前株評判じゃないですけど、多分、今回のガールズプラネットでデビューする圏内にゴリゴリに入ってくる方だなっていうのはもうこの時点でわかるというか、さっきのワイプ抜かれていく回数含めてですけど、多分一番多いんじゃないかなっていうふうに。この方と、この方、ワイプの回数がすごく多かったんで、その点で言うと結構、でもね、この人ね、ちょっとすごいと思うのよ。ワイプだと1回かな、この人。もう出来上がってますね、真白さんは。マウに白いって書いて真白さんだったっけ、お名前が。いや、もう、名前も完璧にもうアイドルの名前というか、素晴らしい。もう、親御さんが素晴らしいんですね、きっとね。この子面白いですね。この人もなんか慣れてるわねっていう、その黒髪、前髪パッツンでこの表情を出せるって。いや、もうなんか、すごい人たちしかいないじゃんって思う。この子
この子も。なんかね、今3人とりあえずピックアップするってなったら、私この子と、この子と、この子かな。って感じ。で、皆さんにぜひ教えていただきたいお名前を。てかもう全員の人たちのなんか名前を知りたくて、でもまだ公開されてないみたいなお話もね、ありましたから、いやーちょっとね、注目株が多いんじゃないですかっていうふうに思ってます。で、ちなみに日本、韓国、中国全部見たんですけども、これね、面白い。お国柄というか、その国の、なんでしょうね、なんでしょう、その人たち特有のなんかあるじゃないですか。中国人の人ってなんかこういう雰囲気、韓国人の人ってこういう雰囲気、日本人こういう雰囲気っていうのが見事に分かれてるので、ちょっとその点はね、またダンス解説の方でしていきたいなというふうに思ってますので、楽しみにしていてください。ということで、現場から以上になります。ぜひ、お名前を教えてください。今日から、始められるオーディション番組というか、見ることができるオーディション番組なので、初めての方もぜひね、僕と一緒に見ていければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ。つい。